はい。おはようございます。2月10日、金曜日、えー、今朝の一言を始めていきたいと思います、えー。今朝は成田からお届けしております。えー、今朝の一言は成功と失敗は神一重ということで解説文を読んでいきたいと思います。成功する人とそうでない人の差は神一重だ。成功しない人は必ずしも責任感がないわけではない。違いは粘り強さと忍耐力だ。失敗する人は壁に行き当たった時に 裁はいということなんですけどもねこれはあの何回か言ってますけどもまあ僕の中ではなんか周りの成功してる友人、まあ、成功っていう定義は難しいと思うんですけど今回の場合でいくと起業して IPO するみたいなのを一つの成功として捉えた場合に結構まあ周りに10人20人ぐらい IPO した友達がいるんですけどもだいたい起業して8年から10年ぐらいかけて えー、IPO しててる友人が結構多くてですね、まあ、そこからえ考えられることとしては、まあ、ある程度方向感間違ってないっていう前提ですけれどもやっぱそのぐらい続けてないと成功しないっていうことなんで、えー、やっぱりまあ継続していくっていうことをね、えー、やっていかないと、えー、まず成功はしないんじゃないかなというふうに思いますね。でその一つののつ目安の期間が、えー、僕なりに えー、判断すると、8年。8年は、えー、必要かなというふうに思っている次第でございます。ということで、なぜか、えっ、ー、と、目覚ましがね、目覚ましがなってるんですけども、今日ちょっと朝一フライトで上海に戻りますんでね、ちょっとバタバタしておりますけども、成功したかったら継続しろということでございます。ということで、今日も頑張ってまいりましょう。